さて、近況トークなんですけども、最近私、雑誌めいています、日々が。あの、雑誌の発売日が色々とあって、あの、グラビアでね、撮影していただいたり、インタビューしていただいたりしているんですけども、私のみなせいのりインフォというね、ツイッターがありまして、こちらのインフォ見ていただくと結構こう、雑誌掲載情報とかも多いんですけど、ま、今日はスタジオに、 その中の声優グランプリさん。先週エンディングでちょっとね、表紙について触れたものと、あとフラッシュというスペシャルグラビアベスト2016年秋号というこちら、乃木坂46さんが表紙。 あ、の、西野七瀬さんが表紙。かわいいという雑誌があります。で、あの、まあ、セーグラの方は、あの、先週もお話しした、小倉ゆ衣ちゃんとね、そう、私の、この、手の添え方がキモいっていう表紙なんですけどね。<laughs> そして、こう、ゆ衣ちゃんの太ももと、こう、なんか、もう、なんていうのかな。 いいよね。もう、ゆいちゃんはいいよね。すごくかわいいよね。という表紙です。えっと、中身についてもちょっと触れますと、まあ、ビビットストライクのお話を主にさせていただいていて、あとは、あの、お互いにこう対談という形でインタビューをしていただいて、でね、その中でね、こう、私こんなこと言ってたんだ。ちょっとなんか、やばいなと思ったのがね、 なんか、あの、お互いの印象第一印象について話してる部分があって、私のね、最初の会話がね、髪綺麗ですねって声かけたらしくて、<laughs> <laughs> もう、ね何言ってるんだろうかな髪綺麗ですね。<laughs> すごい第一声ですよね。なんか、多分自己紹介とかをして、おそらくブラックブレッドという作品で一緒になった時が初めてだったのかなと思うんですけど、 なんか年も近いし話そうかなでも人見知りだなと思った最終的に出た言葉が髪切れですねっていうこうちょっと気持ち悪い第一声だったんですけどそこを経て今回のビビストでは。 もういろいろお話ししてますし、お互いソロに関しての話したりね、オープニングエンディング担当してるんで、なんかそういうジャケ写の話とか、ミュージックビデオの話とか、すごくこう、同い年ならではのトークを毎週しております。なのでそんなところも楽しんでもらって、あとまあ変わらず、連載の方も載っております。今回は秋といえばについて話してるので、ぜひ読んでみてください。